一等車、一等車、一等車は、鉄道車両の等級の一つ。一等車とも記す。ヨーロッパの鉄道では、19世紀中頃に一等から三等までの三等級制が定着した。このうち一等車は高級馬車を模して設計されており、貨車同然の三等車や過労時点雨風をしのげる二等車と、差がけられていた。詳細は、鉄道車両の歴史初期の客車と貨車を参照。 1920年代になると、ワゴンリー社のプルマン車が一部の特急列車に連結された。このプルマン車は、通常の伊東車、向かい合わせ3人がけシートの区分座席車に比べて、数と掛けのソファとテーブルを配し、定員は24名程度という豪華な車両で、中には、個室やキッチンを備えた車両も存在した。第二次世界大戦後には三等級制から二等級制に移行し、 ビジネス客を主な対象とした一等専用の国際特急列車である T が登場した。1970年代以降は一等専用列車の需要は衰え、多くの優等列車が一等車と二等車の双方を連結するようになった。現在でもヨーロッパ各国の列車には一等車が普通列車を含む多くの列車に連結されている。中華人民共和国においては、 南座車、ソフトクラス、高座車、ハード、クラスと言われる区分があり、それぞれ、一等車、二等車に相当する。また、台湾の鉄道では、台湾鉄路管理局が運行する、巨構号の一部と、台湾高速鉄道に一等車に相当する、商務車、ビジネスクラスという車両が連結されている。アメリカ合衆国のアムトラックでは、高速列車、 アセラエクスプレスにファーストクラス車が一両連結されており、食事のシートサービスが行われている。この他の列車にはファーストクラスの設定はないが、一部列車では普通席に当たる高知より上等のビジネスクラス席が設けられている。日本においては国鉄などが定めた旅客列車の車両にあった等級の一つ。古くは私鉄でも 国鉄と同様の区分を設けていたほか、戦後になっても国鉄から乗り入れる車両を受け入れる内市は国鉄総合乗り入れしている会社が設けていた。時期により以下の通り三等級制及び二等級制の時代の二つに分類される。明治以来の三等級制下においては最上級位車両、車体表記はい、戦前には創価に白色の帯を塗装しており、 有党車両の象徴となっていたが、太平洋戦争後に日本に進駐した連合国軍がこの塗装専用塗装として占有したため、以後はクリーム色が用いられた。1872年の鉄道開業の際に、客車は三等級とされ、上等、中等、下等に区分したが、1897年、明治30年11月に一等、二等、三等へ、 変わった。加藤の名称が、乗客の感情を愛するためであったと報じられている。また、客車の帯色の塗り分けは1896年、関西鉄道が採用、関鉄も1897年に蒸気と同時に、実施した。一等寝台車については、英寝大、東急生時代を参照されたい。なお、称号規定上は一等車が、い、一等寝台車が、いねと、 区別されるので、厳密に言えば一等信頼者は、競技の一等者、座席者とは別カテゴリーである。また一等展望者、いては、一等食堂者、医師などと同様で、一等者と展望者の合わせ作り、車を意味し、一等の展望者ではない。一等座席者のうちその多くが、現在でいうロングシート座席であった。1919 19年10月1日から、 需要減少のためそれまで小区間運転以外をおおむね連結されていた一等車が主要幹線の急行や直行列車の一部にのみ連結されることとなった。1934年には東海道、山陽本線の特急、急行列車に用いられる展望室付け車両及び一等寝台車以外は廃止され、それ以外の余った一等車は気品、 用人用の車両として一部が残されたほか、二等車に格下げされたものもあった。ただし、山陽本線のバイパス県分寺輸送上の重要路線として1935年に全通した。クレ線は一等車を連結した急行列車が山陽本線から直通することになり、九州島内も関門トンネル開通以降は本州直通列車の一等車として復活する。以後、 戦中には、寝台車が運行休止され、また、特急列車の廃止に伴い展望車運転も休止された。第二次世界大戦直後は、休止状態が続いて、一般に利用できる一等車はなかった。ただし、アメリカ軍の新中により、有給有等車が接収されたのみならず、他の客車も様々な車種に改造して、利用に強さとため、軍用客車に関しては、一等車、 一等寝台車の形式がむしろ増えた。日本人も利用できる一等寝台車は1948年から復活した。11月10日夜の東京大阪間急行に用いられた新生のマイネ40がそれである。また接収を免れた展望車が1949年に復活した戦後初の特急平和に充当された。しかし、 一等寝台車は利用者の航空機への移行による利用率の低下に伴い、1955年に全車が二等寝台車に格下げされた A 寝台の孔を参照。この結果、国鉄の一等車は、東海道本線の特急、つばめ、鳩の一等展望車と外国人団体観光客向けに、皇室用の具部車を 転用改造した座席車枚38系及び1953年の開板で90番台形式をつけれた元特別職業車の特別営業客車のみとなった一等展望車以外に残ったものは表の通り1960年6月1日東海道本線特急の電車化に伴い定期での一等展望車の使用が終了した これを受けて7月1日に二等級生に移行、旧一等展望車と外国人客向け一等車は、共に旧二等車と統合され新しい二等級生の一等車、自効参照になった。形式も、いからろに修正されたが、以後ほとんど使用されず、1960年代、前半に廃車となった。1960年以降における二等級生時の上級くらいの車両、 それ以前の二等車が中心であるが、少数ながら全校の車両も含まれた。記号表記はろ車体には側面倉下に単緑色の帯、ドアのそばには一の表記もあった。なお、一部客車には一の表記の代わりに客用扉の最上部に一等の表示灯が取り付けられた。なお1960年頃は、 多くの線区で利用が少なくても普通列車にも一等車が連結されていたが、当時は一等車が運転されているだけで、乗っても乗らなくても、館長では一等の出張旅費が出ることが、あ、強い陳情が行われたためだとされる。この時代の一等車には、座席配置としては、座席間隔の広い固定クロスシートや転換、または回転クロスシートを装備した車両、波路と、 リクライニングシートを装備した車両、旧特別に当社、特路が混在していたが、前車は設備の見劣りから、近郊系、電車113系のサロ111系、サロ110型を除き1968年までに、前車に当社、現行の普通車に格下げされた。なお、サロ110型は、準急系、東海型と称された153系のサロ153。 型を113系に改造、編入したものである。したがって、急波色の装備で、後のグリーン車は、蒸気サロー111型とサロ110系以外、存在しながら、これは、使用線区でのグリーン車の利用率が非常に高く、豪華さよりも、定員を増やして、着席需要に応える方が重要であったことによる。1969年5月10日のモノクラス製は、 グリーン車と呼ばれるようになった。その後、位については、1982年に、大井川鉄道、現、大井川鉄道の展望車として、推定82系、客車、推定821が製造され、1987年に、JR 西日本の交通科学館、後の交通科学博物館で、正逮捕されていた、マイテ49系客車、マイテ49にが、 車席復活した。ただし、推定82型は、当初から一等車として作られた車両ではなく、改造車である。1950年に製造された、マイネ41を最後に、製造当初から、形式名称に、利がつく車両は姿を消していたが、2013年、JR 九州の七つ母子九州。 マイナ77マイネ77マイネフ F77 が六十三年ぶりに新された。二千十七年六月十三日、JR 西日本が運行開始した、トワイライツエクスプレス随風、キータ十七キサイネ十七も、形式名称に用付している。九百六十九年より、日本国有鉄道では、モノクラス製を採用したことから、運賃、特急、 急行料金は一本化されており、グリーン車利用の場合は特別料金を払うこととなっているが、等級生時代には、運賃及び特急、急行料金は、等級別に異なっていた。また切符の色も、等級別に異なっており、客車の帯の色から1等は、白切ップ、実際には黄色、2等は、青切ップ、3等は、赤切ップと呼ばれていた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。